団体支援がない、政党の支援がない斎藤茂の一からのスタートになります。どうか皆様お一人お一人のご支援の場、そして期日前投票ぜひ行っていただく、受け継がれた方は周りの方に一人でも広げていただく。上位とされた海外事務所条件は5つもありました。これを見直していくということもさせていただいています。県職員の OB65 歳以上の浜下りも続いていた。こういった時代に合わない制度、時代に合わない予算や取り組みを一つずつ見直しをして改革をしてきました。そしてようやくその成果が今回現れてきたんです。財政基金税制の職員ですね、これが私が就任した時は30億円だったんです。これ多いか少ないかでいうと、兵庫県でいうとものすごく少ないですね。私がいた大阪市長は1000億円の貯金がありました。これが実はコロナの時の対応で、兵庫県と大阪の対応も差が分かれて、その原因になったんです。せめて100億円ぐらいはいるということで、今からコツ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 貯めさせていただいて、ようやく今年決算ベースで100億円を30年ぶりに超えて、130億円まで積み上げることができました。本当に県民の皆さんのご理解のおかげだと思っています。声を聞きながら県政に反映させていく。幅団体プラスもそうです。幅団体プラス使ったことある方おられますか？そんなにいない。2万円で2万5000円分の買い物ができるデジタル商品、今お米が高くなったりとか物価が高くなったり、本当に大変な時代になっています。少しでも県民の皆さんの暮らしを支えたいということでさせていただきました。自転車ヘルメットの購入支援もさせていただきます。いただきました、自転車を運転しているときの事故が本当に今増えているんですね。だから1回最大で4000円を子どもたち、そして高齢者の方々がヘルメットを購入するのに支援をさせていただきます。10万個を超えるヘルメットが支援をさせていただきました。一人でも多くの県民の皆様の命を守る、そういった取り組みがこれからも大事だと思っております。医療の支援もそうです。そして登校の支援、登校の対策もしっかりやって、医療福祉介護、高齢者の方、障害の方、安心して医療や福祉や介護を受けられる環境も実現する必要があります。県立病院や地域の病院と連携して医療提供体制をしっかり確保していくということ、そして介護も人材の不足は本当に大変になっています。介護人材の処遇を良くしていったりとか、あとは確保する、人材の確保、こういったことも大事です。福祉の関係では障害のあり方が与えられている魅力がたくさんあります。そこで作られた福祉やもの、本当に素晴らしいものが大変多くて、ね、工事にアップしたりとか、そこで作られたものをもっともっと PR していく、そして全ての方が安心して暮らしていただき、働いていただき、そんな環境を作っていく、これは私の強い思いなんです。どうぞよろしくお願いします。もっともっとしていかなければなりません。私が就任したとき、兵庫県の県立高校1校あたりの予算、全国で46位だったんです。ほぼ最下位だったんです。子供たちに予算が全然足りない。だからトイレがきれいじゃなかったり、和室のままだったり、クーラーが教室に設置されてなかったり、体育館にも冷房がない、部活の道具もつるつるのまま、バスケットボールも全然新しくならない、そんな環境が実は続いてたんですね。私のところにも手紙が来まして、学校のプールが全然直してもらえません、なんとかしてくださいという手紙が新人早々に来たことがあります。教育委員会を通じていくらぐらいかかるんですかと、1億円か数千万かかるんですかって言われたら70万円ぐらいって言われた。なぜこういった子どもの投資がされないんだと本当に残念に思いました。だからこそこれから5年間で300億円を高校、そして今生徒がすごく増えてて狭くて問題になっている特別支援学校の環境を良くするということに是非投資をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。県立大学の授業料の無償化もようやくスタートしました、たった 2% の学生さんしか対象にならないんじゃないかと、そういった批判もあります。だけどやっぱり今奨学金の返済で苦しんでおられる方たくさんおられるんですね。そういった方へのやっぱり応援をしていきたい。私自身も奨学金の返済が大変でした。今3人に1人の若者が平均で300万円の奨学金を受けます。
それが結婚や出産や家を買う、いろんな時に実はハードルになっている。そういったことを解決していきたい。だから養老が先駆けとなって、県立大学、大学院まで無償化をする。子どもたちが学費の心配なく、勉強を一生懸命に、そんな環境を養老県からスタートする。そしてそれを国に伝えて、すべての国公立大学や私学まで無償化を広げていく。そういった取り組みをぜひ養老県が先駆けとなってやっていくべきだと思うんですよ。皆さんいかがでしょうか。こういった取り組みを一つ一つやらせていただきたい。これは私斉藤元彦の思いなんです。しかし今回新任決議案が全会一致で可決されるという形になりました。本当に県民の皆さんにご心配そして不安を与えたこと心から申し訳ないというふうに思っています。やっぱり仕事というものは自分一人ではできないんだと。今回の選挙戦もそうです。私は最初一人で立ち上がって頑張ろうというふうに思ってたんですが、やっぱり一人では何もできない。周りのサポート、知人や友人、ボランティアの方のサポート、支援があって何とかできていけるか、そんな思いを強くしています。仕事だってそうです。県職の皆さんや県議会、いろんな方々とのコミュニケーションをもっともっと丁寧に丁寧にやって、自分の思い、何が人とはやりたいのか、どういう意図でやりたいのか、そういったことをしっかりつないで伝えて仕事をやっていく、この思いをこれからしっかりとやっていきたい。反省すべきは反省し、改めるべきところはしっかり改めるということをやっていきたいと思います。何よりも県民の皆さんに対する感謝の気持ちですね。自分は一人じゃないんだ、みんなと一緒に仕事をやっていけるんだ。そして自分自身はやっぱり人というのは大きな立場ですから、謙虚な気持ちでやっていきたい。一から出直す、そして皆さんの信頼をもう一度勝ち取っていく、そういった形でこれから頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今回の選挙戦大変厳しいです。やっぱり私は組織や政党の支援がありません。処理からのスタートという形でやらせていただきます。選挙戦も本当大学高校時代の友人やボランティアスタッフ、本当に感謝しながら一つ一つ積み重ねながらやらせていただきます。ただやっぱり政党や組織票がない中での戦いというのは大変厳しいものがあると思います。だからこそ県民皆さんの一人一人の一票一票のお力が本当に必要なんですね。本当にそれが大切だ。どうか皆さん、私斉藤元彦に一人一人の力を与えていただきたい。この選挙戦が始まる前、9月の末に実職をして、そして現状を去るとき、そして本当に一人ぼっちだった。普通はいろいろ見送れながら検証されていくというのが僕なんですけど、マスコミの皆さんのカメラはたくさんありましたけれども、私一人で検証されました。県議会からもやめなさい、そして労働組合からもやっと、マスコミの皆さんからも自動的責任を取って自動的責任を、そして副知事からもやめたらどないできたというふうに言われました。最後は一人ぼっちだった、一人で去った。だけどこの後9月の3月から JR の住まいで街頭活動を始めました。たった一人からのスタートでした。人気やっている中で不安も確かにありました。本当にもう当時のマスコミの報道がかなり厳しい中で、私も安心しなきゃいけないことがたくさんありますけれども、日本中から街頭元人はかなり厳しい指摘を受けました。意思を投げれるんじゃないか、本当に投げれるんじゃないか、そういった思いの中で夜も眠れない中でのスタートだった。本当にそうなんですよね。だけど厳しい言葉も本当にかけられました。もう何をやってんだと、斉藤ふざけるな、さっさとやめてしまい、そんな言葉もかけられました。本当に厳しい言葉もだけど、一日駅で街頭活動をさせていただく中で、いろんな方が声をかけてくれるようになります。子供が無言で歌いしてくれる方もおられれば、自作ガッツポーズをされる方もおられる、声をかけてくれる、最初は負けたらあかんで、絶対頑張れよ、そんな言葉をかけてくれる方が一人一人増えてきました。自分はもしかしたら一人じゃないんだな。 X や SNS 上でもまさに明日は斉藤氏頑張れ、斉藤氏負けるな、そんなトレンドが広がっていく。本当に嬉しかったです。最後僕が検討された時は一人ぼっちだったんですけど、こんなに多くの皆さんが支えてくれてる、応援してくれてるんだ、本当に思います。そして何よりも最初一人で始めたこの戦いが、こうしてこう県内外の東に多くの県民の皆さんが足を貯めて聞いていただいている、
これこそ私を本当に勇気づけていただける、頑張ろうという思いにさせていただきます。今回の戦いは大変厳しいですが、なんとか皆さんと共にこの戦い負けられない、勝ち切っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。そして県外からも多くの方が来ていただいて手紙をお渡していただいたと思います。前がいただいたものを読ませていただいています。本当に嬉しいんです。最初に頑張ってほしいという激励の声だったり、やっぱり高校のトイレが綺麗なこととかいろんな声をします。そんな中で本当に感じることは、一人皆さんこの社会に来ておられる方は大変なことがみんなあるんだなということを感じます。私も大変な思いをこの半年間しましたけど、もっともっと大変な思いをされている方が見られるんだ。ご自身が病気になったりとか、家族が病気になったり、会社の経営がうまくいってなかったり、そして会社でなかなか人間関係がうまくいってない、みんな一人で悩みを抱えて何とかやっていこうとされている、みんな一人だ、そういった思いがされています。だけどやっぱり人間は一人じゃないんですよね。今回の新選挙だって最初は一人で始めました。だけど多くの方々の支援の輪が広がる中で、こうして多くの方々が支えていただいている、応援していただいている、みんなで支え合って助け合う、そんな兵庫県社会をみんなと一緒に作っていきたいです。皆さんいかがでしょうか。皆さんがメディアの報道を本当に正しいのかどうか、本当にご自身一人一人がですね、X や YouTube を見て調べておられる、本当にそう思います。何が真実で何が正しいことなのか、そして県民外の動き、政治の動き、県民の皆さんは無理か政治をされているのか、大変ご支援をいただいている方もおられますけれども、政局や選挙のための政治をしてないです。やっぱり私は県民の皆さんのための、県民の皆さんにとって誰かという政治を一番にしてやるべきだと私は思っています。今回の要件実選挙は支持を決めるだけの戦いではなくて、これからの日本の将来、日本の政治の姿を決める民主主義の本質的なところを定める、県民の皆さん一人一人が何が大事で何が本質的か、そしてどうすべきかということを選択する、自分の目で考えて自分の目で判断する、そういった社会の分岐点にある要件実践となります。だからこそ皆さん一人一人、どうか最初の人に一票一票を投じていただきたい。その一票一票の支援の輪がこの社会を変える大きな力に必ずなります。政党や組織の支援がなくても、皆さんの力があれば必ずこの戦いに勝ち切っていくことができる、負けるわけにはいかないんです。今回の要件実践挙、どうか皆さんの一人一人の力を与えていただきたい。私に力を貸していただきたいです。よろしくお願いします。はい、戦いは厳しいです。あと一歩一歩一歩、まだ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 頑張らなければなりません。県民の皆さんの一人一人、ぜひ投票に行ってください。キースマイ投票行ってください。キースマイ投票に行かれた方は、ぜひ周りの方、知人や友人、そして一家のお兄ちゃんやおばあちゃん、田舎にいる両親やお兄ちゃんやおばあちゃんに、ぜひ斉藤元彦の支援の輪を一人一人ぜひ伝えていただきたいと思います。躍動する兵庫を伴い、これが私の思いなんです。すべての皆様、若い世代の方や子どもたち、高齢者や障害を持ちの方、マイノリティの方も含めて、すべての方が幸せに暮らしていただける、そんな兵庫県を作っていきたい。本当にもう一度知事として仕事をさせていただきたい。私はやっぱりこういった政局とかそういったいろんな思いよりも、やっぱり仕事がしたい。いい生活、いい予算、いい事業をみんなと一緒に考えながら、県民の皆さんの声を聞いて、それをこの政策に反映させて、どうかやっぱり仕事をさせていただきたい。もう一度知事としてなんとかチャンスをいただきたい。43歳で知事になりました。いろんな学びや失敗もしました。だけどやっぱりもう一回チャレンジをさせていただきたい。
すべての皆さんにとっていい政治をする、それを私斉藤元彦の決意です。どうか皆様、躍動する兵庫の実現に向けて、皆さんお一人一人お一人の力をですね、斉藤元彦にもう一度チャンスをいただきたいと思います。残された選挙戦、本当にこれから一日一日全力で頑張っていきたいと思います。痩せたと言われますけども、しっかり食べて本当に頑張りたいと。で、最後は皆さんと一緒に笑顔でこの選挙が勝ち切れるように、絶対に今回の戦いは負けるわけにはいかないです。どうぞ、いかがでしょうか。どうか皆さん、お一人お一人の輪を、支援の輪を斉藤元彦にお渡りいただくことをお願い申し上げまして、斉藤元彦からの決意、そしてお願いと訴えとさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。
実家のおじいちゃん、おばあちゃん、ご両親、一人でも多くの皆さんに広げていただきまして、お願い申し上げまして、最初の申し訳のご挨拶させていただきます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。本当にありがとうございます。斉藤さんにあと1日ありがとうございません。斉藤元彦にどうぞ皆様お力をお貸しいただきたい。斉藤元彦、皆様の一票だけが頼りでございます。必要のない斉藤元彦、皆様の一票がどうしても必要でございます。期日前投票ございますので、ぜひお出かけいただきたい。今お手元に投票券がなくてもしっかりと住所とそしてお名前確認できましたら投票はできますので、諦めずに出向いていただけたら助かるところでございます。中央区役所で行われております。本日8時までありますので、もしお時間もお忙しいとは存じますけれども、お出かけいただけたら助かるところでございます。あともう6日ほどしかございません。斉藤元彦でございます。本当によろしくお願いいたします。心よりお願いいたします。斉藤元彦、皆様の思いをどうぞよろしくお願いいたします。皆さんありがとうございました。本当にあの一人も一人の支援のはよろしくお願いします。斉藤元彦頑張ります。行ってまいります。負けるわけにはいかないです。よろしくお願いします。ありがとうございます。斉藤